心臓の力がだいぶ弱ってる。明日にでも入院してもらうからね。先生、うちに帰りたいんだけど。俺は人生楽しんじゃいけないのかよ。本当に遅いよ田中君。すいません。美咲ちゃん、今度ジャズのライブでも見に行かない？無理。ああ、なんか腹減ってきたな。バナナ食べたい。バナナ。なんであの人のためにそこまでやるの？助けが必要なんだよ。一人じゃ寝返りも打てないんだぞ。デートなんていつだってできるだろ。鹿野さんは何様？障害者だったら何言ってもいいわけ？今のはちょっと。ほんと最低。もう二度と来ない。あ、いいよ来なくて。もう二度と来るな。鹿野、鹿野。二酸化炭素の数値が高すぎる。このままだと命の保証はできない。俺は一日一日が勝負なんだ。命の責任は自分で持ちます。あの人のわがままは命がけなんです。あなたと過ごした日々は宝物でした。俺のものはみんな俺の家族なんだよ。こんな夜更けにバナナかよ。愛しき実は。うわ、なんか今グッときた。水ちょうだい。新聞読むが背中かゆい。深夜の2時過ぎてますし。俺は美咲ちゃんと話してるんだからさ。ああ、なんか腹減ってたな。バナナ食べたい。バナナ。食べなきゃ寝れない。こんな夜更けにバナナかよ。うわ、なんか今グッときた。